まあ、最後は建築家に委ねる部分が大半ですけど、だけどもね、僕らのせいで美しくできなかったって言われたら悔しいし、硬い方と柔らかい方と思っていただいて結構なんですけど、で全くくっつけてない、でこれはがっちりとくっつけた場合で、これがそのまあ、まあ、適当ちょうどいいぐらいのダンパーで、ちょっとだけダンパーみたいな、でそれ同じ地震を採用させてあげると、もう入れ方が全然違う、もう端っこの2つなんてめちゃめちゃ揺れてるんですけど、もうダンパーの付け方がいいダンパーで付けておくとそんなに揺れないみたいな。何やってるかっていうと、その制振部材があるかないか、で要するにこの2つの建物をこのそれぞれ単独に地震かけるとすごい音が激しくなるんですけど、この揺れの違いを あえてこっちを硬くしてこっち柔らかい状態にしておいてあげて、ダンパーでつなぐと、そのこの建物の音がすごく同じ地震に対して減るんですね。だからまあそれの原理でいけば、まあ一応こいつに使う耐震に必要な量が減らせるから、さっき言ってたその外にベタベタつけるような耐震補強がいらなくなるんじゃないですかっていう提案をしたんです。そうですね、やっぱりなんかもう見えちゃうの分かってるから、ちゃんとデザインしとかないとっていうのもあるし、まあそういうところまで頑張りたいって思ってる建築家が多いので、声かけてくれるので、まあそこは逆に僕としては生命線なところもあって、